皆さんこんにちは、ジャックです。今日ちょっとお肌の調子があまり良くないので、声だけでやっていきたいと思います。少し前の動画で、スリーフィンガーのビリー式スリーフィンガーの一つのコツとして、この2本の長さが同じなので、この3本をちょうどこの弦に対して垂直に当てて、実はこれとこれを使うっていうことが大事ですよという話をしました。で、最終的に3本の指で弾くことになるので、この1本だけ長い中指の長さもこの他のこの2本と同じところに、引っ込めてやる必要があります。で、そうすることによってこう弦を弾く部分っていうこの指先のこの部分が揃うことになるんですけども、これを自動的にやる方法っていうのをご紹介します。で、どうやるかというと、理屈的にはですね、要するにこういう状態にするっていうことです。要するに平らなところに指先を当てるとまっすぐになりますよねっていう、自動的に中指が若干こう曲がって、この先が揃いますよっていうのを利用します。で、どこでやるかというと、ここでやります。つまり、ビリー式のスリーフィンガーで弾くときにはこのピックアップの上を弾きます。そしてピックアップのこのカバーに触れながら弾くということです。これがものすごく重要です。そうすることによってこの指がこの先に潜る距離っていうのがこのピックアップ弦とピックアップカバーの間で固定になるので、常に同じ状態で弾ける&指先が自動的に揃うんですね。こう硬いこのプラスチックのカバーに指先が常に触れている状態にすれば、指先は常に同じ状態で弾ける。しかも中指も勝手に引っ込む。で、この全ての弦でやります。だから2弦弾く時もここを触りますし、3弦4弦の時はこのピックアップずれてますからこっち側に移動して弾きます。その時も一応ここを触れるように弾きます。という工夫をしています。で、ピックアップと弦の距離っていうのは、実はその、これはピックアップ部分がこのエレキベースの音を生み出している部分、つまり電気信号、弦の振動を電気信号に変えるそのコイルが入っているところですので、弦とこのピックアップの距離っていうのが変わるとそのサウンドにものすごく影響が出ます。多分近づけすぎると歪んでしまうとか、ゲインが大きくなってなりすぎてしまうとか、そういうのがいろいろあると思うんですけども、とりあえずまずは、試していただきたいのは、とりあえず弦高をちょっと下げていっていただきたいというところですね。例えば僕のこのアティテュードを、これ前のオーナーさんの設定から全く変えてないんですけども、この状態で僕はそのまま触れられるので、特に何も設定変えてないです。弦高だけちょっとだけそうしたぐらいです。なんで弦高を下げて触れられるようになるのであれば、もうそれでトライしていただくのが一番簡単です。で、ビリー本人はどうしてるかというと、ビリー本人は結構このピックアップカバーがですね、この中央が高くてこの1弦に向かって結構斜めになってるようなセッティングをしてます。で、そうすると1弦のところではちょっと深くなってしまいすぎるので、この表面にですね、エポキシの樹脂を塗って、で、ちょっとこう磨いてですね、この弦とそのピックアップとの間の距離っていうのを調節しています、自分で。で、これのいいところは、要するに音に影響が出ないっていうことですね。ピックアップと弦の距離は別に決められるということですね。その上にエポキシの樹脂を塗ることで、その触る部分を作るっていうことですね。という、工夫もしています。ではちょうど5分ですね。とりあえずちょっと今日はこの中指を自動的に揃える方法っていう
のをご紹介しました。どうやるかというと、ピックアップの上を触るっていうことですね。触りながら弾くっていうことで、ここに指が入る弦に対して当たる部分っていうのが実は勝手に均一になります。ちょっとまた引き続き次の動画でも説明したいと思います。参考になれば嬉しいです。それではまた。